バルブアンチチートはパソコンゲームなどの配信プラットフォームである Steam のコンポーネントとしてバルブコーポレーションが開発した不正行為を検出するためのアンチチートソフトウェア2002年に初めてカウンターストライクに向けてリリースされたソフトウェアがプレイヤーのシステム上でチートプログラムを検出すると VAC 保護されたゲームサーバーへ高級的にアクセスできなくなり プレイヤーのスティームアカウントに対しても追加の制限が適用される。2001年カウンターストライクやハーフライフのために設計されたアンチチートソフトウェアプンクバスターの開発元であるイーブンバロンスインクはバルブからのサポートを受けられなかったためゲームへのサポートを停止した。バルブはチート対策の技術をゲームに統合する提案を受けていたがこれを拒否している。 バルブは、その後、不正行為の長期的な解決策に取り組み始めた。2002年、VAC の初版はカウンターストライクに向けてリリースされ、当初のシステムでは不正行為が確認された場合、プレイヤーを24時間のみ、利用禁止にしていた。しかし、この期間は、次第に1年から5年間へと増加。2005年に、リリースされた VAC2 では高級化した。 VAC には2005年2月に発表され、翌月にはベータテストを開始した。2006年11月17日、新たな VAC システムによって全週のみで1万件以上の不正行為を検出したことを発表した。2010年7月、チームフォートレス2のゲーム内アイテムとして、ゴールデンレンチと呼ばれる珍しい武器、ツールが存在する。このアイテムを得るためのチャンスを、 バルブからの情報漏えいによって増やすことに成功した数人のプレイヤーが VAC によって利用を禁止されていることに気がついた。同月、スティームのアップデートによってディスク上の DLL ファイルが更新され、そのファイルがゲームによってメモリに読み込まれた後に不正行為として誤検出が起こり、約1万2二千人の Call of Duty Modern Warfare 2の所有者が利用を禁止された。 これらの禁止処置は取り消され、影響を受けたプレイヤーには、レフト4デッド2をギフトとして、無料で提供するなどした。2014年2月、システムがユーザーの DNS キャッシュにアクセスし、ユーザーがアクセスしたウェブサイトを監視しているという、噂が広まった。バルブの共同設立者である、ゲーブ・ニューウェルは、レディット経由で応答し、チェックの目的が、 カーネルレベルのチートプログラムを検出するための二次的な対策であることを明らかにした。また、クライアントの10%未満がこのチェックを受け、結果的に570件の不正行為が確認され、利用を禁止している。2016年5月、システムは利用を禁止したアカウントと同じ電話番号で関連付けられたアカウントに対しても同様の処置を行うことを開始した。また、 チームフォートレス2で人気のチートプログラムとなっていたエレマウバックスが検出できるようになり、その結果3000件以上という一度に多くの禁止処置を行った。2017年2月、バルブはカウンターストライクグローバルオフェンシブにおいてチートを検出するために機械学習によるアプローチを導入する計画を発表した。この時点で、 システムの初期バージョンがすでにリリースされており、オーバーウォッチシステムを開始、プレイヤーが手動で検出できるようになった。システムの設計については、チートプログラムの開発者やソーシャルエンジニアリングに役立ってしまう可能性がある、ため、ほとんどが公開されていない。基本的な設計として、システムはクライアントに対してチャレンジを送信し、 適切な応答が確認されなかった場合、不正行為の可能性があるとして、フラグが立てられる。ヒューリスティクスを使用し、コンピュータのメモリやプロセスをスキャンした際に、チートプログラムの有無を検出する。異常が検出されるたびにインシデントレポートが作成され、禁止されたアプリケーションソフトウェアを集約したデータベースとの比較やバルブのエンジニアによって分析が行われる。 エンジニアはコードを独自の環境にコピーした上で検査し、新しいチートプログラムとして確認された場合、情報をデータベースに追加する。スティームのリードエンジニアである、ジョン・クックによると、アンチチートソフトウェア自体が悪用されるのを防ぐために、ソフトウェアは絶えず更新され、必要に応じてデータをサーバーエコワけにして送信しているため、ハッカーたちは特定の時間に実行されるごく一部の 情報しか見ることができない。よって彼らはその一部を回避できるかもしれないが全てをハッキングすることはできない。としている。バルブはチートプログラムやそれを扱うウェブサイトについての情報をメールなどで受け付けている。また、スティームコミュニティのプロフィールからも不正行為の疑いがあるプレイヤーを報告できるが、これらの情報だけでは利用を禁止されない。 チートが見つかった場合、プレイヤーのスティームアカウントには即時にチートのフラグが付けられる。この時点では、プレイヤーにはチートが検出されたという表示はされず、VAC 保護されたサーバーからアカウントが恒久的に利用を禁止されるのは数日または数週間遅れた頃とされている。しかし、ゲームによっては利用を禁止するまでに数週間から数ヶ月かかる場合もあり、 プレイヤーから批判が起こることもあった。利用の禁止を受けたプレイヤーは、スティームアカウントに関しても、追加の制限を受ける。例えば、スティーム上のファミリー共有機能により、ゲームの所有者は、ゲームライブラリーを他のスティームユーザーと共有してプレイできるが、所有者が禁止処置を受けた場合は共有できなくなる。反対に、共有を受けたものから、不正行為が確認された場合は、 所有者の共有機能の取り消しや禁止処置が取られる場合もある。その他、アカウント間でのアイテムの移動やゲームの返金、スティームトランスレーションサーバープロジェクトへの参加ができないなどといった制限も存在する。禁止処置を受けたアカウントのプロフィールには VAC 検出記録として表示が残る。この表示は、プロフィールの活性に関係なく一般公開され、非表示にすることはできない。 2011年4月から10月までに禁止処置を受けた43,465人のアカウントの分析では、利用を禁止されたフレンドユーザーが多いユーザーほど、将来的に自身も VAC によって禁止処置を受ける可能性が高く、また、処置を受けた後、自身のフレンドユーザーの多くを解除し、プロフィールをプライバシー設定によって多くを隠すようになる傾向がある。 VAC によって禁止処置を受けたプレイーヤーは Going on Vacation と揶揄されることもある。禁止処置を受けたプレイヤーはほとんどの e スポーツトーナメントにおける競技からも追放されている。2014年チームに所属していたプロゲーマーであるエミーリオがライブストリーミングの途中で禁止処置を受けた。エミーリオは最初に 自身のメインアカウントとメールアドレスで関連付けられたスマーフアカウントの一つにおいてゲームをプレイしていた友人が原因であるとしてチートの使用を否定していた。その後、2015年にチートの使用を認めている。他にもクキーリーや SMN、SF の3名もドリームハックウィンター2014への出場を控えていたが直前に禁止処置を受けた。 エセア・リーグは禁止処置について、バルブと直接協力した結果であると主張した。s m n と特キーリーはどちらもチートの使用を認めている。ありがとうございます。